東京都は去年10月まで東京都立産業技術研究センターが置かれていた北区西ヶ丘の跡地について環境調査を行いました調査の結果、敷地内の地下水から国が定める環境基準の2250倍の脂塩化炭素などが検出されたということです脂塩化炭素は動物実験では肝臓に使用ができるなどの結果が出ていますが 人体への影響についいてては詳しくわかっていません研究センター跡地の半径1キロメートル以内には飲み水として使用されている17の井戸があり東京都は検出された原因や地下水で広がった範囲がはっきりするまでは井戸水を飲まないように呼びかけています。